スタンディングバーベル、カーフレーズスタンディングバーベル、カーフレーズスタンディングマシン、カーフレーズスタンディングマシン、カーフレーズワンデックスタンディングダンベル、カーフレーズチューブを使ったスタンディングカーフレーズチューブを使ったスタンディングカーフレーズスタンディング、カーフレーズは、ウエイトトレーニングの基本的種目の一つ。ウエイトをかけた状態で足首を屈伸させて、つま先立ちになることを繰り返すことで、主に皮膚筋の筋力、 筋量を増加させるトレーニングである。ひらめ筋にも多少の負荷がかかる。つま先がちになった足を、牛のひずめ行に見立てたところが語源である。最大限にストレッチさせるためには適度な段差がある。ことが望ましい。つま先を外側に向けて行うと、皮膚筋内側、内側に向けて行うと、皮膚筋外側への負荷が増す。片足で行うと負荷が強い。 かかとを上げたところで数秒間耐えるのも効果的である。行うときは特に入念にウォームアップすること。硬い三頭筋はアキレス腱につながっているため、いきなり大きな負荷をかけるとアキレス腱を損傷、断裂することがある。トレーニング負荷を強くしたいときにはダンベルなどを持ってウエイトを大きくする他に台などの上につま先だけ乗せるという手段がある。 この場合は、アキレス腱のストレッチング効果も得ることができる。スクワットの要領で肩にバーベルを担いで立ち、段差の端に、足の母指球から先を乗せる。かかとを下げ、足首を十分にストレッチさせる。息を吐きながら、かかとを上げていく。皮膚筋が十分に収縮するのを感じ取ったら、息を吸いながら、元の姿勢に戻る。2から3を繰り返す。両手にダンベルを持って立ち、段差の端に、 足の母指球から先を乗せる。かかとを下げ、足首を十分にストレッチさせる。息を吐きながら、かかとを上げていく。皮膚筋が十分に収縮するのを感じ取ったら、息を吸いながら、元の姿勢に戻る。2から3を繰り返す。バーのロックを解除して、スクワットの要領で肩にバーを担いで立ち、段差の端に、足の母指球から先を乗せる。かかとを下げ、足首を十分にストレッチさせる。 息を吐きながら、かかとを上げていく。被覆筋が十分に収縮するのを感じ取ったら、息を吸いながら、元の姿勢に戻る。2から3を繰り返す。鍛える足と同じ肩の手にダンベルを持って、段差の端に、足の星9から先を乗せて、片足で立つ。かかとを下げ、足首を十分にストレッチさせる。空いている手で支えになるものを抑え、体を安定させる。息を吐きながら、 かかとを上げていく。皮膚筋が十分に収縮するのを感じ取ったら、息を吸いながら、元の姿勢に戻る。2から3を繰り返す。反対側も同様に行う。バーのロックを解除して、スクワットの要領で肩にバーを担ぎ、段差の端に足の星9から先を乗せて、片足で立つ。かかとを下げ、足首を十分にストレッチさせる。息を吐きながら、かかとを上げていく。 被服筋が十分に収縮するのを感じ取ったら、息を吸いながら、元の姿勢に戻る。2から3を繰り返す。ありがとうございます。